チップス先生さようなら予告編よりクリアガースン CBE はイギリスの女優ロンドン出身ロンドン大学とグルノーブル大学大学院を卒業後広告代理店で働きローカル劇場などに出演ルイス・ビー・メイヤーにより見出されメトロゴールドウィン・メイヤーと契約1939年にアメリカ映画に初出演する1940年の コ慢マンと偏見でエリザベス・ベネットを演じ高く評価される。第二次世界大戦下の1942年公開のミニバー夫人でタイトルロールを演じアカデミー主演女優賞を受賞。1941年から5年連続でアカデミー賞にノミネートされた。1960年公開のルーズベルト物語でゴールデングローブ賞主演女優賞を受賞。 1951年にアメリカの市民権を取得。1996年にテキサス州ダラスにて慢性心臓疾患により91歳で亡くなり、ダラス北方のスパークマンヒルクレスト記念墓地に埋葬された。生涯で3度結婚、実施はいない。1960年11月に来日している。ありがとうございます。